地域の皆さん、落ち着いて行動してください。揺れが収まるまで安全な場所で身を守ってください。今東京渋谷の NHK でも揺れを感じています。揺れが強い地域の皆さん、落ち着いて行動してください。揺れが収まるまで安全な場所で身を守ってください。はい、渋谷のスタジオでも揺れて、揺れの大きさのライトがわちゃわちゃと音を立てていましたけれども、今現在揺れが収まっています。緊急地震速報です。揺れが強かった地域の皆さん、落ち着いて行動してください。画面は東京渋谷の今の様子です。揺れが強かった地域の皆さん、念のため海岸や川の近くには近づかないでください。こちら水戸市の中継の映像です。こちら地震の情報です。先ほど午後9時5分ごろ、千葉県北東部で震度5強を観測する地震がありました。揺れが強かった地域の皆さん、念のため津波に注意してください。千葉県北東部で震度5強を観測しました。また茨城県北部、茨城県南部、千葉県北西部で震度4を観測しました。千葉県北東部で先ほど午後9時5分ごろ震度5強を観測しました。震源が海底ですと津波の恐れがあります。揺れが強かった海岸や川の河口付近では念のため津波に注意してください。先ほど千葉県北東部で震度5強を観測する地震がありました。揺れが強かった地域の皆さん、海岸や川の河口付近には近づかないでください。震度5弱を茨城県北部で観測しました。震度4が福島県中通り、茨城県南部、栃木県南部、埼玉県南部、千葉県北西部、千葉県南部で震度4を観測しました。その他関東地方の広い範囲で震度3を観測しています。先ほど午後9時5分ごろ関東地方で強い地震がありました。震度5強を千葉県北東部、震度5強を茨城県南部、千葉県北東部で観測しました。また震度5弱を茨城県北部で観測しています。震度4が福島県中通り、栃木県南部、埼玉県南部、千葉県北西部、千葉県南部で震度4を観測しました。揺れが強かった沿岸部では念のため津波に注意してください。震源については現在気象庁で調べています。先ほど午後9時5分ごろ地震がありました。震源は茨城県東方沖です。この地震で多少の潮位の変化があるかもしれませんが、被害の心配はありません。この地震で多少の潮位の変化があるかもしれませんが、被害の心配はありません。はい、震度3の揺れ、被害の心配はありません。この地震で多少の潮位の変化があるかもしれませんが、被害の心配はありません。津波による被害の心配はありませんが、この後も余震の恐れがあります。ご注意ください。